リチャード・ブリジェンスは、幕末から明治にかけて活躍した、イギリス系アメリカ人の建設技師。横浜西洋館の祖などとも呼ばれる。ブリジェンズは、イギリスのバーミンガムで、家具職人の子として生まれた。父親、リチャード・ヒックス・ブリジェンズ、1785から1846は、リバプールの彫刻、家具職人のジョージ・ブロックに、 1814年にブロックと共にロンドンに移った。1819年に独立して、故郷のバーミンガムで家具作りをしていたが、1825年に、妻が当時イギリスの植民地だったトリニダード島の砂糖プランテーションを相続したのを機に、一家で移住した。父親は彫刻や絵画、デザインなど、幅広く手掛け、1836年には、 画集、ウエスト。インディアシーナリーを出版したほか、ポートオブスペインの公共事業監督にも就任し、1844年には、統治発の艦長の設計を手掛けた。ブリジェンスは5歳でトリニダードに移った後、1851年には、アメリカのチャールストンで、土地調査と図面書きの仕事をしていた。弟と共に1852年には、ペンシルベニアの、 1854年には、サンフランシスコの地図を、制作出版した。サンフランシスコには、数年滞在していた記録が残されている。横浜居留地最初期外国商人の一人である、アメリカ人骨董競売人のラファエル・ショイアー・ラファエル・ショイアーの、妻案と親戚であったことから、横浜に呼び寄せられたらしく、現時元年に来日し、 横浜外国人居留地の土木技術事務所のルーシー社、ルーシー c オーに勤めた。慶応2年の豚屋火事の後、ブリジェンスによって、木骨石張りで、多数の建物が再建されていったと考えられる。イギリス公師のハリー・パークスとの地具を得て、1867年には、横浜英国仮公使館と横浜英国領事館の設計を始めたが、 その後、イギリス政府から派遣された建設技師によって設計し直された。1870年前後には、ジョージ・ウィットフィールド、P.S. ・ドーソン、コリン・アレクサンダー・マクベインの外国人技師、清水キスケと、高島エモンの日本人受け負い大倉と一緒に仕事をしていた。1869チャイナジャパンディレクトリ対価広報として、日本に元も元あった。 木骨石張りだけではなく、もっと勘弁な生子壁を用いることもあり、生子壁外装の英国仮格子館建物は、高島かえもんが、木骨石張りの領事館建物は、清水木助が建設を請け負い、ブリジェンスが施工管理を行った。その後、木助と共に、横浜から築地に進出し、築地ホテル館を設計施工管理した。喜助は、この経験をもとに、 後に第一国立銀行や川瀬番組追組といった企業風建物を建築している。1872年、日本初の鉄道駅舎として開業した横浜駅と新橋駅を設計した。なお、旧新橋停車場跡は国の史跡に指定され、2003年ブリジェンスが設計した開業当時の駅舎が復元された。明治24年に72歳で、 没、横浜外国人墓地に埋葬された。ありがとうございます。